修復前の絵画。日ワの聖母は、イタリアのルネサンスキノ画からファエロによる1505年から1506年、頃の板上の油彩画である。2008年に10年間の修復作業が完了し、その後、絵画はフィレンツェのウフィチ美術館に戻された。修復中には、古い時代のコピーが本来の絵画にとって変わって美術館に置かれていた。 ラファエロは、ミケランジェロとレオナルド・ダヴィンチと共に、世キルネサンスの巨匠王とみなされている。画家は1483年に生まれ、1520年に亡くなったので、わずか37年しか生きなかった。その比較的、短い生涯にもかかわらず、生きている真中は非常な影響力があった。画家は、様々な媒体で膨大な量の作品を制作し、建築、版画、 絵画、素描の面で活動的であった。画家としての人生の前半に北、イタリアを旅して何年も過ごし、そこで見たフィレンツェの様式に影響を受けたが、この時期はフィレンツェ時代と呼ばれた。その後、1508年に画家はローマに移り、そこで制作し続けた。注文の多くは画家の最も有名な作品の一つである。 アテネの学童の描かれたバチカン宮殿からのものであった。教会との関係により、ラファエロとミケランジェロは芸術家としての生涯を通じて激しいライバルであり、同じ注文をめぐって競争することがよくあった。ラファエロのフィレンツェ時代に、ヒワの聖母は他の有名な聖母子画である、牧場の聖母と美しき女に和紙と共に描かれた。 三作すべてに共通するいくつかの特徴がある。聖母は赤と青の服を着ており、同じ三人の人物が描かれている。またピラミッド型の構図、自然の背景、本、十字架、または実際には五色秘話の表現による境界とのつながりもしっかりである。この絵画では、フィレンツェ時代のほとんどの聖母詩画のように、ラファエロは三人の人物を、 幾何学的なデザインに合わせるように配置した。三人の人物の位置は自然であるが、一緒に、ほぼ正三角形を形成している。聖母は、ラファエロの他の様々な聖母と同様に、若く美しく表現されている。聖母はまた、典型的な赤と青の服を着ている。赤は、キリストの情熱を、青は教会を意味するために使用されたからである。 キリストと洗礼者ヨハネはまだとても幼く赤子に過ぎない。洗礼者聖ヨハネは手に五色話を持っており、キリストは鳥に触れるために手を差し伸べている。背景はラファエロに典型的なものである。自然の環境は多様であるが、それでも全てのものが今展開している、中心的な主題を静かに縁取っている。この聖母志賀はラファエロから、 友人のロレンツォ・ナーシへの結婚式の贈り物であった。1548年11月17日、ナーシの家は地震で破壊され、絵画は17の断片に割れてしまった。すぐに回収され、急いで復元されたが、継ぎ目はかなり目立っていた。2002年、プレシャス,ストーンズという組織のジョージ・ボンサンティは、パトリツィア・リーターノに修復の仕事を依頼した。 その後の6年間の過程で、彼女のチームは、絵画の色を劣化させていた長年の汚れを取り除き、はるか昔の地震による被害を修復するため取り組んだ。プロジェクトを開始する前に、彼らは、X 線、CAT スキャン、赤外線、リフレクトグラフィー、さらには、レーザーなどのテクノロジーを利用して、作品を可能な限り綿密に調査した。リーターノは、 ラファエロによる原画が最終的に透けて見えるまで塗り重ねられたり削除されたりしていた過去の応急手当の修復層を綿密に調査した修復は2008年に完了し絵画は浮きつい美術館に展示されたヒワの聖母では五色ヒワはキリストの卓形を表しているその理由として鳥の赤い斑点が卓形の時に生まれたという伝説がある 鳥は、キリストの頭上を飛んで、キリストのうの冠から棘を取ったが、その時、キリストの地の雫がかかったのである。聖母の手にある本には、知恵の玉座と読める。この言葉は、通常、聖母が玉座に座り、イエスを膝に乗せている画像に適用されるが、この場合、秘文は、聖母が座っている岩が彼女の自然の玉座であることを、意味している。 バザーリの手による何点かのバージョンでは、別の同様の絵がバロンブロサバージョンとして、説明されているが、それは特定されていない。秘話の聖母の意味偶国語辞書。偶辞書。2021年5月5日閲覧。プルラ、フィリップ。テクノロジーヘルプスレストアラファイルマスターピース。ロイター、https、www.reuter.com、アーティクル、アーツニューズ。 アイダスター4 9 r 零一 m 2 0八8 1二2 8 2 0 0 8年10月28日閲覧。ベック、ジェームズ・ H ・イチ・ラファエル、ニューヨーク、H&A N ・ブラムス、1994、カズン、ジーン・ピエール、ラファエル、ヒズ・ライフ・アンド・ワークス、シコーカス、NJ、チャート・エル・ブックス、1985、パパム、ピーター、リターン・オブ・ザ・ホール・マドンナ、インディペンデント、2、 ありがとうございます。